今日は富山県立富山工業高校に、お邪魔しています。こちらの学校では、木下先生が、ユニークな方法で、音の速さの測定をしています。ここにありますのは一巻きが50メーターのビニールホースなんですね。はい。それを1つ2つ3つ4つ、計200メーターをすべてこのように、つないであるんですね。で、ここで叩くと、で中にこう大きな音が入ってくると、そうすると200メートル伝わって、このマイクに到達すると、はい、でこの時間差を測ってやろうというわけなんですね。はい。はい。それでは、実際に実験の様子を見ていくことにしましょう。はい。ペットボトルを叩く音の次にボコっていう音が聞こえますね。はい。実はこのボコっていう音が、マイクロフォンで拾っている音です。長いホースを伝わって、マイクロフォンに入りますから、音の、感じがちょっと違ってきますね。はい。メトロノームの、テンポを、この、音の伝わるタイミングに、合わせます。今ちょうど、テンポが合っているようですね。そうですね。このようにぴったりと合っています、ね。そして、メトロノームの、10回分の時間を、パソコンで測定しています。はい。10回の時間が、5.76秒。はい。ということは、200メートルのホースを伝わる、時間は 0.576 秒です。そうしますと音の速さは200メートル割る 0.576 秒ということで、はい、347.2メートル毎秒ということになります。はい。で次に、ホースの中の、空気を、今度は、追い出します。はい。二酸化炭素というガスを使って空気を追い出してしまいます。ですからホースの中には、今度は、二酸化炭素というガスが、入っていくわけです。なるほど。で同じように、測定します。はい。なんか随分遅くなりましたね。そうですね。メトロノームのテンポが非常にゆっくりになりました。はい。ですから音が200メートル伝わるのに、長い時間がかかるということが、分かります。そうですね。はい。先ほどと同じように、10回の時間を測ります。はい。はい。今度は、7.04 秒ですね。そうしますと200メートルを伝わる、時間は、0.704秒ということになります。ですから二酸化炭素の中を伝わる音の速さは200メートル割る 0.704 秒ということで 284.1メートル毎秒、こういう結果になりました。はい。とだってこの装置を、はい、考案されたきっかけは、どういったことだったんでしょうか。歴史的には音の速さを取るためには大砲を鳴らすとか銃を撃つとか花火を上げるとか、あるいは長い距離を拍手で音の反射音を取るとか、長い距離が必要であり、戸外外でやらなければならなかったわけですね。だからその長い距離をいかに縮めて教室内で生徒が自らその音の速さを測定することができるかって、そのためにホースを利用して長い距離を短いその間隔で測れるようにというふうなことが一番きっかけでしたね。ぜひ教室で長い距離を縮めた形でやりたいという思いから考案できたと思ってますね。はい。はい。